大体原則になるだろうなと思いますね。はい、まず、ここまでは宮城県の気仙沼市の状況を中継報告でご覧いただきました、はい、ここでもう一箇所中継をつなぎたいと思います。つい先ほど現地を視察しました菅総理が東京の総理官邸に戻ったようです。視察の映像も入ってきています。古山さんに伝えてもらいます。お願いします。はい、菅総理なんですが、今朝午前6時にですね、総理官邸を自衛隊機のヘリコプターで出発しました。そして先ほど官邸ヘリポートに到着し、記者団に対して実際に目で見てどうでしたかと問われてですね、改めて津波の被害が大きいと実感したと、非常に厳しい表情で話しました。菅総理の出発後、政府は午前8時半から総理大臣官邸で緊急災害対策本部の第4回会議を開き、